さあ始めていきましょう。信長の野望波動ということで、今回は公式生放送がありました。シーズン2に関することがね、結構出ておりましたので、そちらをねまとめてご紹介していこうと思っております。イエーイ。はい、3月1日のね18時からシーズン2開始予定でございます。今回ですね、2月の28日21時からですね、公式生放送がありました。アップデートの内容やらね、何やらあったんですが、まあ一言で言うとですね、今回の生放送動坂無双でございますあのね、ゲストにね、動坂幸三さんっていうね、声優の方がいたんですけど、この方がですね、まあ、側の人間と言いますか、こっち側の人間でしたね。ユーザー目線での質問とかね、解説をしてくださる方で、非常に今回のね、生放送の格を上げた方かなと思っております。まあ、私も大絶賛でございましたし、チャット欄もね、結構ね、動坂いいぞみたいなコメントがありましたんで、ぜひとも上さん、次回以降も動坂さんレギュラー化してほしいですね。それぐらいいいゲストさんですよ、今回。まあ、前回田村淳さんとかね、えなこさんとかもいいゲストの方だったんですけど、って言うとなんか上から目線っぽいね、素晴らしいゲストの方々ばっかなんですけど、特に動坂さん、本当に良かったですね。動坂無双でございました。まあ、それは置いときまして、今回ですね、8割方シーズン2の内容のご紹介でございました。この内容も良かったですね。ユーザーが知りたいところ結構ね、そこまで言っていいのかってぐらいね、出しておりましたので、これも非常に良かったですね。内容も良かったです。あとですね、前半の方に目安箱って言ってね、ツイッターでアンケートじゃなくて質問をね、募集したところの回答というのもありましたんで、まずは目安箱のご紹介からしていきましょうか。はい、目安箱の回答としてね、質問内容としてご紹介されてたのが、マップの変更ありますかと、大名家の変更ありますかというところ、あとね、移転令のね、商品もっと安くなりませんかとかね、毛利元来さんもっと、弱くなりませんかみたいな質問でございました。結論から申し上げましょう。全部変更なしです。大名家だけは1回限りね、シーズン当初に限り変更可能ですね。マップは変更なしでしょうね、言い方だとおそらく。で、移転令に関しましても、価格下げる予定ありませんと、これもね、明言されておりました。で、毛利元来さんに関しても、今のところね、弱くする予定ありませんと、ああいう仕様なんですってご紹介をされておりましたね。まあね、毛利元来さんね、シーズだと確かにチート武将なんでね、まあ、シーズだとあれぐらい強くてもいいと思うんですけどね。いやー、なんかね、その対策武将もね、今後出てくる予定なんて言ってましたんで、私勝手にね、アマゴツネキサさんかなと思ってるんですよね。中国地方をこうね、毛利元来と、やり合った大名でございますが、ちょっと時代が前なんだよな。まあどうなるかわかりませんがね、毛利元来のね、対抗武将も後に出てくるという話はされておりました。まあ目安箱に関してはですね、目新しい、話はございませんでしたね。で、こっからが大事ですね。シーズン2、どんな感じになるのかというところです。キーワードがありましたね。まず、鉄砲伝来ということで、この鉄砲がですね、今回新しい兵科として追加されるというところでございました。この鉄砲という兵科はですね、今までの3組とは異なる新たな兵科として出てきます。4つ目の兵科ですね。そして、通常攻撃が2部隊まで攻撃可能ということで、1回の通常攻撃で2部隊まで当たるみたいです。ただ、里とかね、建物とかね、耐久を減らすことには、苦手みたいな、ご紹介をされておりました。つまりね、対人ですね、対部隊に対して強い兵科が今回出てくるといった形になっております。で、それに付随しまして、新しい武将も出てくるというご紹介がされてましたね。で、これがですね、なんか画像出てたんですけど、この画像出せるかな？ちょっとね、公式のホームページに載ってたら、画像出していこうかなと思うんですけど、おそらくね、左からは細川ガラシャかな、明智光秀で、このおっさんがね、斎藤道三かなとも思ったんですけど、斎藤道三、いや、鉄砲のみたいな逸話ないんですよね、多分ね。もしかしたら大友宗麟かなとも思ってるんですけど、まあでも順当に行くのはこの並びだったらね、斎藤道三かなっていう気がしますよね。あと、織田信長さん。なんか、チャット欄でも言われてましたね。別長ということで、織田別長さんが登場します。今作のね、シーズン1の、足軽と弓 S の織田信長さんとは別に、鉄砲 S の織田信長さんがね、今回出てくるところでございます。でね、戦法とかもね、技能とかも、やたら強いみたいな、今回ね、新武将が出てくるというご紹介がされておりました。それに付随しましてね、今まで絵西というね、武将をこう、連鎖率をつなげたりするものがあったんですけど、そこに加えて、業というね、概念が出てきました。これ、業は何かと言いますと、まあ、調達に関わるですね、技能みたいなもんですね。この業を持っていると、
調達の、ね、ポイントが上がりますよみたいな、そういう話をされておりました。あと出てきたので言うと、この画像で見ると、まあ鈴木茂秀さんですね、詳しい内容は割愛させていただきますが、鈴木茂秀さんおそらくシーズン2のねトップ部署になるんじゃないかなというぐらい、強い部署でございましたね。あとは松永久秀さんと、これ誰かな、細川あれかな、細川なんだっけ、雄斎の息子、名前出てこない、長政じゃなくて、黒田長政じゃなくて、細川忠興か、忠興かなと思いますね、右下はね。右上はこれ、蒲生氏郷かな、蒲生さんな気もしますね。はい、そんな感じでございます。で、ね、鉄砲出ないということで、新たな陛下が出てきます。武将もね、新たな武将出てきますと。そしてね、織田別長さんということでね、今までのシーズン1の織田信長さんとは別に、またね、鉄砲部隊の織田信長さん出てきますと。これ、確かね、生放送の中で、織田信長2人は入れることはできないって言ったはずなんで、どっちかの織田信長さんをね、来シーズン使うことになるかなと思います。おそらく鉄砲信長さん人気じゃないかなと思いますね。あとはですね、そこに付随して、編成ですね。編成ですね、シーズン2、最初から7人編成が可能ということはまず言っておりました。あとですね、なんと、5部隊編成ができると。ただ、5部隊編成をするには、課金をしなきゃいけないという話が、ちょろっと出ておりました。聞き間違いじゃなかったらシーズン課金なので、シーズン2に限った、5部隊編成の解放に対して課金をしなきゃいけないというですね、なんとも濃すいよね。そこ無期限にせやというか、無課金でも5部隊させろや。ちょっとね、私はね、実況者なんで金使っちゃいますけど、無課金、美課金の方で、5部隊編成ができないってなると、一気にね、課金する方と差がつきますよ、これ。だからもう、運営側にね、もう課金制って強要してるみたいなもんですよね。生放送の時もね、なんかおみくじなんてのもありまして、あ、ここは載せられますね。お知らせのところで、ここですね、はい。公式生放送でなんかね、おみくじっていうなんかね、ミニイベントがありました。リアルの方ですね。で、プレゼント内容がですね、名称投与状が45枚と、交流ポイントが1万。あとはね、小判3000というところで、なんかね、この、おみくじをですね、まぁ、ちょっと不正というかね、やらせもありつつ、引いてたところでございますが、なんかちょろっとスタッフさんがね、もうなんか、上げすぎだからこれ以上いいんじゃねみたいなことをなんか言ってたみたいなことをね、ゲストの方がね、密告してくれましたね。はい。密告というか、スピーカーとなってくれてましたね。はい。やっぱね、そういうなんかね、言葉の端々からね、上ケチいなってところは私今回ね、再認識しましたね。お前らそういうところだぞ、その不信感仰ぐのってな、思いましたけどね、はい。なんか、ケチですよね。まあそんなところでね、まあね、ともあれでも名称という上で45枚とね、交流ポイントとかもらえますんで、結果ね、まあ太っ腹というところでございますと。で、そして編成5部隊が課金でできるようになりますというところ。あとね、調達のパラメーターというのもね、この部隊編成のところにね、追加されるようでございます。この射程の下ぐらいにあったかな。調達のパラメーターができて、そのね、パラメーターが高ければ高いほどですね、調達ポイント、調達の資源がね、入ってくるといった形になっております。なのでね、私ね、来期ね、その調達部隊編成みたいなのを今考えておりまして、あ、崩しちゃったか。はい、ね、調達部隊っていうのはね、秘伝が、ですね、これ、石切り衆か、今。私、小早川秀明さんに石切り衆つけてます。木材、石、鉄鋼、あと米の高地のところですね。すべてにおいて、こういったね、秘伝がありますと。秘伝の効果は、部隊内で、縁が4以上繋がっていれば OK なので、まあ、どこでもいいので、部隊の中で、じゃこっちにしましょうか、相手ね。4以上ですね、縁が繋がっていれば、こうやってね、秘伝解放といった形になっております。あれ、こんな秘伝があるか、罰とか、あったっけ、今まで。これ非常に便利ですね。これがあれば一発で分かりますね。これもしかしたらアップデートでできた内容かもしれません。はい、こんな感じでね、舞台内でどこでもいいからエネシが4つながっていると、このね、最終のエネシが発動ということで、来期ですね、おそらく、最終舞台のね、編成というのを結構みんな考えてくるのかなと思います。私はね、こうやってノーマルでね、4舞台、組むことをお勧めしております。まずね、ノーマルはね、多分ね、ここの施設強化とかのね、任命とかにもほとんど使わないところでございますし、あとあれ、交流ポイントでしてもね、ノーマルってね、そうそう、そんなに、お金が入ってこないんですよね。ノーマル1000で40交流ポイントですね。R だと240、
で、SR だと2000枠となりますので、まあ、N か R ですね。で、最終舞台をね、来期、組む必要というかね、組んだ方がいいみたいな、概念が出てくるんじゃないかなと思っております。まあ、今シーズンもね、やってる方はいらっしゃったんでね、非常にね、頭いいなと思って見てたんですけど、まあね、そういったところでございますと。で、目安箱の、次、鉄砲の伝来の紹介、そしてね、編成の紹介とさせていただきました。続きましてですね、交易という概念も出てきますね。おそらく三国志波動をね、ちょっとってやってるんで、感じているところなんですけど、こういうね、最高場みたいなところ、に加えて、おそらく今回ね、交易という、交易所みたいなところが出てくるのかなと思います。そこで調達すると、なんかね、いろんないいものがもらえますよ、みたいな。で、その交易品というのをね、より多くもらえるのは、先ほどご紹介しました編成のね、この縁石の下あたりになんか今回ね、豪というね、概念がまた出てきますと。例えばね、徳川家康ですと、まあ、三河とか、遠江とか、駿河とか、そういう国のね、名前が出てきますと。例えばその三河の国とかで、最終交易をしたら、交易品が多く入ってきますよ、獲得量が増えますよ、みたいなことですね。三河なんで、この岡崎城とかそうかな、そうですね、はい。この辺にある交易品を取ると、徳川家康に取ると、まあ、より多くね、獲得ポイントが入ってきますよ、みたいなご紹介でしたね。はい、交易という概念も新しく出てきます。あとですね、技術開発という概念も出てきましたね。技術開発というのは、まあ、三国志波動でいう、どうやらね、研究という概念と同じだそうでございます。まあ、その、なんていうんでしょうか、プレイヤーの基礎能力を上げるみたいなね、足軽強化プラス 0.何%みたいな、そういうね、感じでございますと。まあ、技術開発という概念も来期出てきますというところですね。あと、領土戦に関してですね、大幅なアップデートがございました。まずですね、領土戦に関しては、例えばね、ここと、ここに加えて、ここも、浅井さんが取ったとしますよね。要はこう、囲む感じですね、はい。領土を、囲むとですね、同じ一門で。囲むと、なんとここが空白になると。まあ、囲碁とかを思っていただけましたら、わかりやすいかなと思いますが、そもそも囲碁がそんなあれか。わかる人も多くないか。なんて言うだろうな、囲むと取れますよみたいな、空白になりますよみたいな概念です。で、囲まれて、ここにね、里がある人、どうなるかと言いますと、なんと本城に里が飛ぶと。ただね、ここにね、9000札を貼っていれば飛ばないという紹介もありました。領土はですね、来期、こう囲まれると、飛びます。なのでね、来期ね、私ね、シーズン1、かなりね、9000札余ったところでございますが、来期は結構使う、機会が増えるのかなとも思っております。その領土戦に関しては、そのね、囲むと飛びますよというところ。あとですね、城とか砦を持っていると、そのね、周りにある領土の守備隊の数が増加するとかってありましたね。なので、例えばね、今、どの領土をね、どの城の近くであってもね、一部隊しか守備部隊出てきませんが、例えばね、ここを制圧しようとすると、おそらくね、この観音寺城を持っていると、守備部隊がね、二部隊に増えるとか、だから、よりですね、城とか砦を持つね、価値が、上がったといったところでございます。そんなもんだったかな、囲むと空白になりますよというところ、まあ、9000札を貼っていれば OK ですよというところ、あとはね、城とか砦があると守備部隊が増えますよというところが、主なね、大きなアップデートだ、というところでございます。そんな感じだったかな、目安箱の紹介規定、鉄砲、伝来のお話、編成のお話、交易、技術開発、領土の話ときました。あと、イベントがね、いくつか出るって言ってましたね。イベントが新しく出るというところで、来期ですね、新イベントの追加2つですね、まず出てくるみたいですね。これ読み方か、言ってませんでしたが、なんか、鎧族討伐戦みたいな、まあ、鉄砲部隊、を使用すると報酬を獲得しやすくなるということで、まあ、運営さんね、なんか来期ね、鉄砲武将いっぱい出しますよって言ってますんで、まあ、ある意味鉄砲部隊作るのにみんな課金せよって言ってる感じですかね、はい。私がそう聞こえました。いや、より無課金、微課金の方がね、このゲームやりにくくなる、より離れるんじゃないか、結果ユーザー離れが進んで、このゲーム廃れるんじゃないかっていう危険性まで私はね、思ったんですけど、どう考えないですか、やっぱ目先の収益なんですかね、運営さんも。いや、まあね、サーバーとかの維持費もね、お金的なところでね、かかると思うんですけど、いやー、でもね、ユーザーの数です、やっぱりこういうゲームって、マルチプレイなんで。ちょっと考え直してほしいよね、その辺に関してはね。課金で5部隊できますよ、みたいなところも含めてですけどね。はい、まあ、何やともあれね、来期、鉄砲部隊をね、使用すると、なんか、報酬が獲得しやすくなるみたいなイベントがまず出てきますと。あとですね、番外工場戦ということで、一問でね、なんか気軽に工場戦ができますよ、みたいな。それがね、スコアタックで、なんか、こう、競えますよ、みたいな。
タイムアタックって言ってたかな、そんな感じで、なんか構造戦がね、気軽にできる、イベントも用意されてるようでございますね。これは非常に嬉しいですね。構造戦やっぱりね、このゲーム一番面白いと私は思ってますんで、まあ、そういったね、イベントが追加されるということで、まあ、実際ね、シーズン2皆様、一緒にね、体験していきましょうというところでございます。まあ、そんなもんかな。あ、そうだ、武将の追加で付随しまして、シーズン1の鉄砲適正、シーズン1に出てくる武将の鉄砲適正は、なんか軒並み低く設定しますよなんていう話はされておりました。シーズン1に出てくる武将のね、鉄砲適正も一応追加されるんですけど、その適正は軒並み低く設定してありますと。要はシーズン2のね、鉄砲武将を結構増やすんで、そっちに金を使ってくれみたいな言い方を含めましたね、私はね。はい、公式生放送のね、シーズン2の内容のご紹介は以上でございます。最後にですね、どうしてもやりたかった企画があるんです。ここでぶっ込みます。ここの、トロフィーをしまして、全個人の総合力、勲功、制圧、上位10人、ランカーの里を勝手に偵察してみた！イエーイ！はい、迷惑かもしれません。嫌だという方がいらっしゃいましたら、その時は、ごめん。あとね、メンテナンス開始まで、7時間ちょいというところでございますね。はい。どうしてもやりたかったんですよ。今シーズンね、ランカーの方がどれぐらいの強さなのかというところ。まず比較対象が必要なんでね、自分のご紹介していきましょう。前回ね、シーズン1の総括動画でね、私ね、課金額、言い忘れておりました。今発表します。私がシーズン1で使った金額は、なんと、132,000円でございまーす。イェーイ。アプリでこんな課金したの私初めてでございます。この次に課金したのがね、多分荒野行動っていうね、FPS、ゲームですね。昔バチクソにハマっておりまして、バチクソで大会出てた、もうゴリゴリでやってたゲームなんですけど、あれでも5万ぐらいですね。13万2千円だよ。頭おかしいよね、はい。そんな私の総合力が 57,573 でございました、シーズン1ね。はい、で、武将のね、値が 35,97 ということで、小生ランクで見ていきますと、こんな感じですね、はい。貫突できたのが SR 部署この5人でございます。この5人シーズンは本当に使いましたね。で、6とか5の、小生ランク。ちょっとね、動線が足りなくてね、上げてない人もいますが、5以下はこんな感じですね。これで、シーズン1の総合力が5万7000ちょいといったところでございましたというところですね、はい。ということで、まずはですね、全個人の総合力、10位から見ていきましょう。勝手にご紹介していきます。はい、10位、9位、8位から見ていきましょうか。あ、そうだ、私のね、舞台も見ていった方がいいですよね、これ。よいしょ。こんな感じですね、はい。10万、10万、8万5千ぐらい。こんな感じでございます。もうちょっとね、戦力だけ高い舞台を組もうとしたら多分10万、10万、9万8000ぐらいの9万2000ぐらいになると思うんですけど、まあ、いかんせん10万行く舞台が2舞台と、行かない舞台が2舞台ぐらいといった形でございますね。それが13万2000の効果でございます。そう、それこれ小ネタなんだけど、左上のアイコンを長押しすると、これ、ほら、スクショタイムできるんだよね。シーズン1の最後の最後でこんなこと紹介すんなって感じだと思いますね、皆さん。はい。私もそう思います。紹介すんなついでに、ですね、よいしょ。こんな感じで、イロハさんのね、アイコンをクリックすると、よいしょ。なんとか、クスノキイロハさんか。ここアイコンクリックすると、お手伝いさせていただきますね。なんと喋ると。はい。これもどうでもいい話でしたね。はい。で、なんだっけ、まず10位ですね。10位の方は、はい。こんな感じで見ていきたいと思います。この方ね、多分引退してしまった方なんですよね。勝手に、個別チャットをお借りしてね、メモを取ってきました。まずは10位の方。こちらですね。はい。勝手に偵察していきます。イエーイ！よいしょ。ダン！はい、こちらの方、10位でこれか。とんでもなく強えな。49レベルとかいんの？すごー。で、維新旗は4つか。銀は最後の最後まで取ろうという考えではないんですね。まあ、寄付で貯めりゃいいかって感じで考えてんのかな。すごいね。で、10位の方がね、はい、こんな感じでございましたと。あ、そうか、自分の10位も出さなきゃいけないか。総合力のね、全大名家で行くと、私は県外でございます。所属大名家で行くと、32位ですね。
32なんで、まあ、真ん中ぐらいでしょうか。はい、そんな感じでございますと。ここですね。はい。で、見せていきましょうか。ほい。10位の方でもうすでにね、バチクソ強かったと。で、9位の方見ていきましょう。もともとね、一緒にやってた方ですね、この方はね。はい、9位の方はこちらでございます。ちょっとね、時間前にね、これやっておりますので、もしかしたらね、悟り転してたらね、もうご紹介できないんですが、はい、9位の方こんな感じです。25万だってそうなの。トップ10に入るともやっぱりみんなド変態なんだね、これね。うん、すごいね。もう CBAS しか持ってません。すごー。はい、こんな感じでね、半分私の趣味の時間です、ここからはね。皆さんもね、ランカーの方どうだったのかなというところをね、ぜひね、ご参考いただきました。幸いです。8位、7位、6位ね、順に見ていきましょうか。こんな感じですと。はい、戦力で言うと20万超えいなくなりましたが、これであれか、でも8位で入ってくるんですね。ということは、武将の能力だけでなく、いや、でも強いですね、武将がね。おそらく舞台に入ってない武将、それこそ最終舞台とかもいるかもしれませんね。このメインで持っている4舞台だけではないというところ、がかもしれません。もしくはね、今ね、編成いろいろ組み直しているのかもしれませんね。なるほど、やっぱり戦力だけじゃねえんだな、ここはな。まあ、戦力って一つもね、目安だからね。まあ、これが強いからね、はい、強いですよっていうわけでもないですからね。で、この方が8位だったかな。よいしょ、よいしょ、総合力、あ、ごめんなさい、7位こっちか。7位は、こちらの方でございます。はい、フレンドの方だったと思いますんで、はい、許せ許せって言えるほどの間柄ではないけどね、ごめんなね。はい、30万近い、30万超えてらまあレベルもあるんだろうね、多分ね。これ49レベルとかもありますんで、そういったところもあるかなと思います。はい、今んとこ戦力で言ったら一番ですね。まあ、ただ戦力というよりはやっぱり攻撃力、防御力とかの方がね、大事かなと思いますんで、実際はどうなんでしょうかって感じですよね。いや、その辺まではちょっと見れないんでね、わかりませんが。はい、もうポンポン行きましょう。6位の方。いやー、みんな強いね。はい、勲功が59,000ということで、いやー、すごいですね。はい、私の勲功48,000だったんで、まあ、相当ね、相当動いてる方ですよね。よいしょ、こんな感じで、続きまして5位ですね。はい、5位、4位見ていきましょう。5位の方、ごめんなさい、ほとんど面識がない方でございます。はい、勝手に見ていきますいらっしゃいませ。はい、じゃんということで、独占してな、 S 資源地。分けてあげようはい、39,000勲功ということで、レベル50の、人がいますね。はい、ウィスに謙信さんということで、26万ということで、こんな感じでございましたと。で、4位の方ですね。はい、4位の方はこちらの方ですね。はい、シーズン1で個人的にもいろいろお世話になりました。こちらの方見ていきましょう。はい、浅井家トップの方ですね。そしたらね、さっきね、源のなんとかさんがね、三好家トップの方でございました。浅井家トップの方は、ね、こちらの方ですね。はい、宝飾家トップの方はね、馬姫さんだったかな。はい、そんな感じでございますと。よいしょ、はい、こんな感じで、4位の方が、30万超えますね。はい、やっぱりレベル昇升ランクとかね、あと陛下レベルもあるんだろうね。そういえばね、陛下レベルがあったか。それがどんくらいね、高いかによってもやっぱり、舞台の編成変わってくる、戦力変わってくるかなと思いますんでね、陛下レベルもおそらくあるでしょう。はい、良いまででございました。さあ、いよいよね、全個人の総合力3位から見ていきたいと思います。3位がこちらの方でございます。はい、69,000総合力だって。一気になんかここからレベルがあれですね、1個上がりましたね。はい3位の方見ていきましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、こんな感じですね。ドンということで、本拠がツツジヶ崎館、26万、20万、25万ということで、おそらくここの舞台に入っている武将以外もめちゃくちゃ強いんでしょうね。そういう感じでしょう、これは。69,000で、戦略なんで、戦略はね、武器とかのところですね。内政も結構上げてるんだね。9100というところでございました。でも武将も42,000なんで、やっぱりね、まんべんなく強いといったところでしょうか。はい、第2位の方がですね、こちらの方ですね。はい、よいしょ、織田家トップの方ですね。そしたらね、はい、じゃんということで、お、
戦力はあれか、14万、16万とかってことはやっぱあれだね。この方も、あれですね。他のとこも含めてめちゃくちゃ強いんでしょうね。武将4万3000だって。あ、そう。さっき4万2000の方ですよね、3位の方が。4万3000か。だから多分あれだよね、武将の戦力ってのは、あ、舞台の戦力ってのは多分兵科レベルとかにも依存するから、兵科レベル次第なんでしょうね、その20万とか30万とか戦力が上がるのはね。というわけで、武将が4万3000。しかもこの人、内政が8300？はぁ、内政をあまり上げず、武将だけ上がってるんで、いくら課金したの？さあ、ハイライト第1位の方見ていきましょう。第一位の方はこちらの方ですね。はい。一番里をね、探すのを苦労した方です。なんならね、教えてもらいました、最後。見ていきましょう。じゃんということで。はい。この10サーバーの1位の方はこちらの方でございました。あ、22万、23万、25万ということで。やっぱり戦力じゃないね。多分、平価レベルなんだろうね。この戦力の上がるところはね。なんで、実戦の強さはね、舞台を見なきゃわかんないかもしれませんが、こちらの方でございましたと。内訳もちょっとね、拝見していきましょうか。7万1000だって。武将が4万2000、内政が9000、戦略が4700ということで、まあ、武器も結構作ってる方なんでしょうね。続きまして、勲功と制圧のね、トップ10でございます。ほとんど被ってる方が多いです。そしてね、さっきご紹介した方も、結構かなり被ってるところでございますんで、まあ、だいぶ割愛していこうかなと思っております。9位がこちらの方ですね。9位、8位と、4位、2位、1位がね、実はすべて同じ一門さんでございますんで、ちょっとね、順不同で見ていきましょうか。はい、9位がこの方でございますと。よいしょー。はい、こんな感じですね。9位の方がこんな感じでございますと。まあ、こちらで総合力ではなくね、勲功と制圧の1位なんで、ある意味ですね、このゲームをめちゃくちゃ、長くやった方だと思いますね。はい。もういかに、なんだろうな、制圧とかを、に貢献した方だと思いますんで、まあ、なんていうんでしょうか、ある意味総合力よりこっちの方がね、方の方が、来期敵にしたくらいだってタイプですよね。この方よく名前見たな、強かったな。はい、戦力としてはこんな感じといったところでございますと。で、あといらっしゃったのがこちらの方ですね。はい、この方もよく見ましたね。はい、もう名前見たくないですよ、この辺の方は。この一門さんね。めちゃくちゃよく戦いました、今シーズンね、最後の方にね。はい、こんな感じでございますと。で、あとは、よいしょ。はい、今ね、多分ね、この一門さんの中でね、偵察されたという話も出てくるかもしれません。はい、犯人私です。この方ですね、個別チャットもいただきまして、ありがとうございます。非常にね、強い方は、27万だって、レベル50だって、平価レベルも多分あるんじゃないかなと思うんだけど、出てないかな、舞台ちょうどね。よいしょ。出てなさそうだね。出てるとしても多分、遠くに出てるかもしれませんね。はい。なるほど。ちょっとご説明してきました。あ、でもあれですね。勲功とかのが9位とかの方いました。18。あ、やっぱりそうだ。平価レベル39だって。私がね、平価レベル上がってて26なんで、やっぱ平価レベルも結構関係しますね。戦力にはね。だから戦力が10万だろうが20万だろうが、一概には言えないですね、これ強さっていうのはね。そんな感じでございますと。制圧の7位と6位の方見ていきましょうか。7位の方はね、個別にこう、チャットもいただくような方でございます。このね、一門さんの当主の方ですね。よいしょ。ダン。おー、つえ。やっぱりランカーともなるとね、もうなんか10万超えは当たり前、20万も普通ですよみたいなレベルが多いんですね。はい。来期ね、平価レベルも上げつつ頑張っていこうかなと思っております。あとはですね、もう一人いらっしゃいましたよね。カジなんとかさんですよね。あ、座標を登録し忘れておりますんで、ちょっと探しに行こう。一発撮りでやっております。いました。はい、勝手に偵察していきます。勲功か制圧ね、6位ぐらいの方でございますと。お、強いね、この人ね。はい、こんな感じでございますと。で、ハイアル第1位の方はこちらということで、移転してるな。探していきます。いたー、見つけたぞ、はい。もうストーカーやな、これ。はい。さあ、勲功と制圧のダブル1位の方でございます。この人が信長ライブハードね、このサーバーで一番動いた方と言っても過言ではないじゃないでしょうか。見ていきましょう。ハイアル第1位の方ですね。はい。ある意味、総合力1位の方よりすごいんじゃないでしょうか。この活動量としてね。非常に、強いですね。やっぱりね。
はい。で、総合力、戦力、制圧領土と。なるほどね。ああ、まあね、昼夜問わず、この方の名前が見た気がしますね。当時戦ってる時にね。来シーズンは、おそらく、また違う大名家になるという、気がするんですが、私だけは狙わないでください。はい、そんな感じで今回ね、シーズン2の、公式生放送のね、ご紹介と、どうしてもやりたかったね、この、ランカーの里勝手に覗いてみたという企画、最後の最後にぶっ込みました。というわけでね、シーズン2もどうぞよろしくお願いいたします。あ、最後に忘れておりました。シーズン2のサーバーの組み合わせですね、はい。ご覧の通りでございますと。本当にランダムというかね、おそらく活動しているアクティブな人数を鑑みたの調整、だと思います。はい、来期ね、自分が狙ってる大名家ね、夕方夜18時に、頑張っていきましょう。もし入れなかった場合もね、しばらく待っていけば入れるかと思います。そして実はね、このシーズンは10サーバーにね、1日に入るの遅れてしまいました。そのリリース当初がどうしてもね、そのゲームログインできなくて、で、ちょっとね、空きあるから空きあるかなってタイトルでずっと探してて、結局、日付が変わってから1個だけ空きが出て、もうすぐサーバーアカウント作ったみたいな感じで10サーバー入ってきましたんで、まあ、もしね、18時に入れなかったかもとはもね、とりあえずアカウント作るというかね、入るのではなく、ちょっと待っていけばね、この赤が黄色になったり青になったりすることもありますので、まあ、そこのちょっとね、タイミングを見ていこう、行った方がいいのかなと思っております。はい、というわけでね、おそらく一発撮りなんで、話はごちゃごちゃしてるかと思いますが、皆様ぜひ、皆様のね、頭の良さで、その辺のね、内容を、保管いただけましたら嬉しいです。あとね、公式生放送のね、内容ね、少しメモ取ったものをね、今ずらっと喋ってますんで、抜けがありましたらごめんなさい。ぜひね、教えていただきましたら幸いです。ではね、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。